皆さんこんにちは行政書士資格説明会、えー、行政書士ってどんな仕事どんな試験ということでお話をさせていただきます担当はレックス専任講師の二戸部ですよろしくお願いしますはい えー、今日は行政書士の資格説明会ということでお越しいただきましてありがとうございます、えー、30分ほどですね、えー、行政書士の試験とそれから試験合格後にどのような業務を行うのか、えー、そういったところをお話し要点をかいつまんでお話をさせていただければと思いますでは早速ですね、えー、こちらのパンフレットの方ですね こちらのパンフレットの方がお手元にあると思いますので、えー、こちらのパンフレットのほうを出していただいてで、えー、見ていただきたいのがですね、えー、この12ページ、13ページですね、ここですね、はい、こうした方がいいのかな、この12ページ、13ページ、ここを開いていただけますか。 でここがまず試験の概要ページになっていますので、えー、こちらの方で試験の概要を説明させていただいた後、えー、行政書士の業務内容をお話しさせていただければと思いますでは行きましょう、えー、とこれを写したほうですね、はい、でまず12ページのここの部分ですね右上の部分を見ていただくでまず願書の配布が7月下旬から8月下旬と いうことになっていますで、行政書士の受験資格は年齢学歴国籍に関係なく、えー、誰でも受験をすることができるというのが特徴ということになりますねもうちょっとね行きましょうね。はい。で、試験日は1年に1回しかないという試験です、えー、例年11月の第2日曜日ということが試験の設定日ということになっています で7月下旬ぐらいからですね、願書の配布ということになりますので、願書を受け取っていただいて、そのまま出願ということになります。でまあ、受験生手数料は7000円例年ですね。で、えー、合格発表が、えー、翌年1月の下旬と。 いうことになります、まあ1年に1回しかない11月の第2日曜日に試験があるというのが行政書士試験で、えー、試験の特徴としては年齢学歴国籍に関係なく、えー、誰でも受験をすることができるとこういったところが、まあ、行政書士試験の特徴の一つですでは右側に行きましょう13ページの今度は左上の部分ですここですねでここが行政書士試験の、まあ、特徴の えー、試験科目というところがね内容として載っていますで行政書士の試験は11月の第2日曜日試験科目は、まあ、法律科ですからね行政書士は法律系の科目が試験科目の内容になっています法令で46問とでそれだけではなくて一般知識に関する出題も14問出題されるということになっています で46問と14問で合計合わせて行政書士試験は60問ということになるのがね行政書士試験ですではこちら法令編の方からね見ていきましょうで行政書士業務に関して必要な法令ということでまず憲法、まあ、行政法で、まあ、行政法ずっと格好あるんですが民法商法それから基礎法学とこういったところが試験科目ということになっています でまあ、憲法なんていう法律、まあ、法律というか法はね、えー、国民の人権これを保障するということで国家権力による乱用から国民の権利自由を守るために憲法というものがあって各人権規定とかそれから三権分立、えー、こんなところを学習したりするというのが憲法です。それから次に行政法ですね。 で行政の範囲に関してはとても広くてですね実は行政法法といいう法律自体はないんです行政関連の法分野を全て束ねた分野のことをこれ行政法というふうに言ってます。で行政関連の方ものすごくたくさんあるんですが試験に出る行政法の範囲というのは決まっていてまあ一般的な法理論総則、まあ、と呼ばれるような 行政法学全てに共通する共通通すするルルールみたいなもんですね,これがねそれから行政手続法行政不服審査法そして行政事件訴訟法国家賠償法地方自治法とこういう形の法律が出題されるということに例年になってます。でまあ簡単に説明するとですね行政手続法は事前の行政手続きを定めた法ということになります。えー、何らかの行政側が処分を下すと いう時にどのようなルールに従って処分を出すのかということを事前の手続き定めておくということがこの行政手続法で定められているということです。それから行政不服審査法それから事件訴訟法ですねこの2つはですね仲間みたいなもんで行政が処分をしたんですが処分が違法だったというような場合。 その違法な処分によって国民の権利利益が侵害された場合はその救済を求めていくことができるという点でこの不服審査法法と事件訴訟法は共通していますで。何が違うのかというと行政不服審査法は行政側に不服を申し立てていくと。えー、だから、まあ、救済の相手方が行政自身ということになります。 行政事件訴訟法の方は、ここほら、訴訟と言ってますんでね、こちらは裁判所の方に救済を求めていくと。で特に取り消し訴訟なんていうところがね、えー、試験ではよく出るところで大事なところです。まあ、行政自身に救済申し立てていくのか、裁判所に救済を申し立てていくのかということが違うところです。それから国家賠償法ですね。 国家賠償法は国民の権利利益が侵害され損害が出たとき金銭的な賠償を求めていくというのが国家賠償法の範囲ということになります国家賠償法では行政書士の行政法の科目の中では、えー、かなり、ね、得点源というふうに考えていいところじゃないかなと判例等をしっかり学習すれば、ね、国家賠償法は満点取れるんじゃないかなと思いますねそれから地方自治法、まあ、近年はね地方公共団体に関するニュースが 日頃流れたりしますのでその日頃のニュースなんかを見てるとですね地方自治法に関する知識があるとすごくこう深い理解ができるなというニュースがね結構あったりします。で地方公共団体ってそもそも何なのかとかですね地方公共団体が設置しなければいけない機関は何かとかですね、まあ、そういったところを学習するのが地方自治法という話です。それから民民法法ですね民法は 国民同士が取引をするような時いわゆる司法と呼ばれている法なんですがこの民法という取引ルールルルーーにによっててルルが決められているととうことになりますで取引のルールのみならずですね民法には、まあ、親族相続と呼ばれるような人がお亡くなりになってから相続が発生してその相続は誰が相続するのかとかどのぐらい相続するのか相続に関する条文なんかもあります。 まあ、行政書士業務との兼ね合いでいうと民法のねその親族や相続の部分なんかに関してはあのー、相続人の確定で相続手続きなんかを業務とする行政書士はですこ、ね、こら辺の民法は実務後もよく使うという条文ですね。それから、商法ということになりますで。民法は国民同士が取引をするような場合でしたが商法はですね証人同士が取引をするような場合。 民法のルールだと一般人と一般人を対象に取引ルールを定めているので承人同士の取引ということで承人の取引の特徴というまあ迅速性とか継続性とか大量の取引とかそういったところにこの民法のルールではなかなか間に合わないんですね。ですので特別な法ということで商法というものを設けて承人同士の取引はこちらによりますということになります。 でまあ隠れてるんですがこの中に会社法っていう法律もね入っていることになります。で行政書士との兼ね合いで言うと、えー、会社法はとても重要ですね。行政書士業務の中には会社設立業務という業務がね一つあります、えー。これから会社を作って会社を運営していこうという方と相談をしながら会社の期間設計を決めたり。 会社の設立手続きの準備を進めていくなんていうそういう仕事が行政書士にはありますけれどもその時に会社の方の知識がねえ特に株式会社に関する知識が必須ということになりますですのでまあ会社設立の知識等はねこの会社法のところでしっかり学習をしておく必要があるということになります あとは基礎法学ということで、えー、全てに共通する法の基本原則のようなものですね、えー、ここら辺の学習をするのがこの基礎法学ということになりますで法令編はこれら合わせて全部で46問の出題があるということになるわけですで一方でこちらですね行政書士は法律系の資格であるにもかかわらず一般知識に関する出題もあるというのが特徴なんです で一般知識に関してはこれここですね、政治経済社会ということで、まず政治経済社会に関する出題がなされる。7問から多くて8問ぐらいですかね。えー、政治経済社会に関する出題がなされてくるという部分です。政治に関しては選挙制度とかですね、まあ、公職選挙法の改正がどのようなものがあったのかとかですね、えー、それから衆議院、参議院、 えー、選挙制度に関して聞かれたりとか、えー、政治資金規正法に関する出題が出たりとか、えー、そういったところが政治の部分ですそれから経済に関しては例えば日本銀行の金融政策とかですね、えー、それから国際経済貿易ガットとかですねそんなことが聞かれてくるのも経済の分野ということになります。さらには社会ということですが社会の部分に関しては社会保険に関する出題があったりとか。 それから環境に関する問題なんかも社会の中に入ってきますで、結局ですね政治経済社会というのはとても室内範囲がですね広いということなんです特徴としては室内範囲がとても広いというのが行政書士の一般知識特に政治経済社会なんですですのでもしですねあの受験するということを決めてらっしゃるようなら早めにどんどん政治経済社会は準備を始めていくと いうことが必要になりますね、えー、政治経済社会は範囲が広いですから試験直前期にですね政治経済社会の点が取れないですという状態になったとしてもなかなかこう対応策がない、えー、ですので試験日までねまだ余裕がある状況の中で少しずつ政治経済社会は進めていくと特に新聞の一面とか、まあ、新聞の政治経済社会に関するニュースなんかはぜひね あの注目して見ていっていただきたいと思いますさあそれから、えー、情報通信個人情報保護ということで情報通信の知識個人情報保護に関する知識というものが聞かれますす情報通信に関する知識だと例えば、まあ、情報セキュリティ用語とか、えー、それから情報用語ですよね、えー、こういったものが出題されたりします。 まあ日頃スマホ等でねインターネットに比較的にあの接続が多いという方が多いとは思うので、まあ、情報通信に関する出題はある程度興味を持ってねしっかり学習ができるんじゃないかなと思います。それから個人情報保護ですでこの個人情報保護は、まあ、政治経済社会となかなか出題範囲が広くてどこから手をつければいいのかわからないぐらいこう、ね、広いんですが。 個人情報保護に関しては、この保護,保護法ですね、個人情報保護法という法律がありますのでそちらをしっかり学習していただければ対応が取れるということになります。ですので、まあ、個人情報保護法という法律をしっかり学習していただいて特に個人情報保護法では定義に関する出題がねよく出題されるということで。 定義に関する知識はしっかり確認等をしていただくと個人情報保護法まる点が取れるというようなことにつながりますんでね、えー、定義等はしっかり学習していくということで頑張っていただきたいと思いますねさあそれから最後に文章理解です。文章理解はですね国語の長文読解問題これがまあ、えー、通常3問出題されるということになっています。 国語の長文読解問題題とということで出題形式はおよそ3つ、えー、長文が出てその長文に対しての用紙を把握するということでその長文が一番言いたいことは何か5つの足の中から選びなさいということで用紙把握問題それから長文がですね5つのブロックに分かれていてその5つのブロックを適切な順序に並び替えなさいという並び替え問題。 それから長文がですね、穴埋めえまあ虫食い状態の穴が開いている状態になっていてその穴のところにですね適切な言葉を入れて適切な文章を完成させなさいという穴埋め問題です。えー、いいですかね長文読解問題は出題形式パターンとしては3種類用紙把握問題並び替え問題穴埋め問題とこの3つのパターンで出題が多くなされていると。 ただですね、近年、あの出題パターンのこの3つのうち、1つはあまり出題されてないという状況です。それがですね、用紙把握問題ですね。用紙把握問題は近年の行政書士試験ではあまり出題されてない。あまりというか、ほぼ出題されていませんね。 でなかなかねこの「用紙把握」が出題されてないというのは受講生の方受験生の方にとってはいいことかなと思います。用紙把握問題はですね結局長文ある程度読んでいかないと筆者が何を言いたいのかということがよくわからないということが出てきてしまう。足の5つに関しても足の5つも読んでいかないとどれが正解なのか対比できずわからないと。 といいうことで、で、ま、で、あ、問題はすすすね、比較的時間がかかりやすいんですよね。で、これが出てないということはですね受験生の方にとってはこの問題文をしっかり読んでいけば穴埋めや並び替えなんかに関しては前後関係とか接続詞に注意していけば、まあ、足の方から答えが出るということもありますので比較的時間がかからずに解くことができるということで皆さんにとってはいいかなと思いますね。 さあこういう形で行政書士試験の問題は法令編が46問一般知識が14問で合計60問というのが行政書士試験ということになっています。でこの行政書士試験どの程度ですね合格者がいるのかということになりますがえー 翌年1月下旬がですね、合格発表ということになっています。で、えっ、ー、とこのまあグラフがあるんですけれども、見ていただきたいのはこのオレンジのですね、折れ線グラフです。でこれは合格率を表していますで。2017年度の試験なんかは少し合格率が高かったんですが、それ以外はおよそ10%ぐらいですね。 まあ、合格率が推移しているということで大体いい近年の行政書士試験の合格率は10%前後というところでおよそ推移しているということになります昔はですねなんかとてもあの行政書士試験簡単だなんていう年があったみたいですけれどもね今はそういう試験ではない、えー、なかなか独学で学習すると合格できないとは言いませんけれどもなかなかですね時間がかかると。 いい、えー、いうようううよななねそういう試験になっていますですのでまあ予備校等を使っていただいて、えーまあ、予備校がですね皆さんの合格のために必要な知識なんかはこう集約して要点を皆さんに伝えていくということで情報の取捨選択は予備校がしますんでね皆さんはそれをしっかり学習するだけでいいということになります。まあぜひね予備校検討いただければと思いますでこういう形で、まあ、去年の試験に関しては10.7%と。 まさにね10%前後の中心ぐらいのね合格率でしたでは行政書士試験はどうやったら合格ができるのかということです行政書士試験は60問の問題が出るんですがどのような形で合格者が決まるのかということなんですねで今度はですねここを見ていただきたい12ページの左下ですここですね 合格のための3つのポイントというところがねあります、はい、でここが合格基準と書いてあります行政書士試験はですね実は他の人と競う試験ではありません他の資格系の試験だとですねあの成績の上位者何名とか今年の合格者は1,500名というふうに合格者の数を決めてしまって で成績の上位者1,500名を合格者扱いにするということで、まあ、他の資格の試験なんかではあ他の人と競って上位で合格するということを目指さなければいけないそんな試験が、ね、ありますけれども行政書士試験の場合は他の人と比較する必要はありません自自分自身でで点が取れてれてばいいんですじゃあどんな点がね取れてればいいのかということになるんですがまずここを見ていただきたいんです要件の3番 試験全体の得点が満点の60%以上であるものとで300点満点なんです行政書士試験は300点満点のうちの60%以上取ればいいので180点以上取れていればいいということで180点取れていればその時点で合格が決定します他の人と競う必要はなく180点取れていればそのまま合格ができるという試験です 運転免許のような試験んていうんですか筆記試験は9割取れていればね誰でも合格ができるということになりますから行政書士試験も6割で180点取れていれば他の人と競うわけでもなく合格が決まるとそういう試験です。ただですね180点取れていてていも不合合格になってしまう場合があるんですでそれがどんな場合かっていうとですね 合格基準のこの1と2なんですよこの要件1と2でこれが基準点と呼ばれているものですでまず要件の1から見ましょう行政書士の業務に関し必要な法令科目の得点が満点の50%以上であるものと書いてありますそうすると行政書士試験の満点は244点なのでこの50%以上というと122点だとでこの122点これをまず取ってなきゃいけないただ レックでで学習するる場合は、はこのの法令編の基準点はおよそ突破できると思います、えー。しっかり1年間学習して、えー、学習したものを復習して過去問を解いていくという形でしっかり学習してついてきていただければねこの122点というのは確実に取れると考えられます。ただ122点以上この要件の位置で取っていたとしても。 さらになおもう一個基準点というものがあるんです。でこれがですね要件の2です行政書士業務に関連する一般知識科目の得点が満点の40%以上であるものということで56点満点のうちの40%だから24点ですねというね、えー、これはよくわからない数字なんだよね。で分かりやすい数字にねこれ直すと。 一般知識の問題は先ほど14問出題されると言いましたそのうちの4割なので6問ってことです14分の6だから6問以上正解をしていなければならないということになりますでこれがですねなかなかこの一般知識の基準点は厄介なんですなぜ厄介かというと政治経済社会と いうものが一般知識の科目の中にはあってこの試験科目の政治経済社会の範囲がとても広いからなんですですので先ほど言ったようにですね、えー、受験を決めているなら早めに準備をしていただいた方がいいというふうに考えられるわけなんだよねで、えー、この一般知識の基準点に関して、うん、不合格になってしまうパターンの方というのがねこういう点の取り方をされる方です でまず試験全体の点がまず180点は超えてましたと180点は超えてるんですただ一般知識の得点が5問しか正解がなかったので不合格になってしまいましたと180点超えていてもこれ5問という形の正解数ですと不合格になってしまうということになっちゃうんですよね えー、ですから一般知識はね、えー、法律系の、まあ、行政書士の試験科目の中でも法律のみならず一般知識もしっかりやっていただくということが必要です。でレックの方では合格講座ということで、えー、全ての受験科目に対してインプットということで全ての知識をまず覚えていただくということを講義としてね行いますので、えー、その講義をしっかり受講していただいて復習をしていただくと。 そういうサイクルで、えー、さらに過去問解いていただくということで実力をね少しずつつけていただくということで1年間頑張って勉強していきたいと思っています。さあこういう形で180点取れば合格をすることができるという試験です。でこの試験に対して、まあ、どのようにね、えーまあ、学習のポイントを置くかということなんですがまず民法と行政法。 行政書士試験の民法と行政法ここが出題の中心になりますので、まあ、効率的に点を取るためには民法と学習あ行政法にですね、えー、学習の重点を置いていただいて効率的な点をここでね取っていただくということで学学習習は2点集中、これが効率的な学習です。それから先ほども言いましたが一般知識科目で40点以上確保とこれは早め早めの準備がね必要だということになります。範囲が広いい。ので早めに準備をしてください それから過去に出題された問題、まあ、過去問をね、えー、使ってどんどん自分の知識がしっかり自分で覚えられてるのかどうか、えー、それらを確認するためにも問題を解いていくんですがその問題は過去問を使っていただくということで過去の問題を解くことでですねどのぐらいのレベルまで自分が学習すればいいのかが、まあ、肌で分かるようになっていきます。えー、そこらら辺が分からないとですね えー、レックで受講して講座も受けてテキストもあるんだけれどもなんか不安になっちゃって市販の問題集買ってやってみたりとかね、えー、そんなことをねやってしまうっていう方もいらっしゃるんですが、まあ、レックの方ではそういう学習の仕方はおすすめあまりしてません。あのー、レックのテキストとと過去問と,ということで復習と過去問の繰り返しをやっていただいてまずは基礎知識をつけていただいて実力がついていくと。 実力がついいてて何もも問題解くくのなくななっっちゃったなんていう場合はねえ市販の問題集をその時に検討していただければいいかなと思いますんでまずはこの過去問でですねインプットそれからアウトプットアウトプットをしっかりできているのかということを確認いただければと思いますはいさあそれではここまでが試験の概要というお話でしたははですね今度は試験の えー、合格後、行政書士試験に合格して、まあ、登録をしたら、どのような業務を行うのかということですね、えー。これもパンフレットにね、書いてあります。今度は9ページを見てください。えー、この9ページですね。9ページにね、許認可業務とか、民事企業法務なんていうふうに書いてあります。で、まずは行政書士のね、まあ、業務の一つ。 許認可業務ななんてていうのが、ね、メインになっていますこれは官長に提出する許認可申請の書類を作ってそれをまあ本人の代わりに申請するというような業務がね許認可業務なんて呼ばれているものです行政書士の業務としてとてもポピュラーなのはこの辺の建設業の許可申請なんかですよねえー、まあ1件500万円以上の工事を請け負うような場合は え建設業の許可を事前に都道府県知事等から受けてなきゃいけないんですね。えー、そういった時に、えー、この建設業許可申請の書類を作るということが必要になります。で、まあ建設業を営んでる方はですね、この許可申請書を作るなんていうこと自体がなかなか手間になってるんですよね。結構たくさんの資料を要求されます。 財務諸表をねあの作ったりするしいろんなこう知識がね必要でいろんなこの資格の証明とかもねしていかなければいけないんですがなかなかこう手間がかかるものなのでそこら辺を行政書士がね専門的に請け負ってやるということなんかが必要になってくるまあ非常にここら辺はね行政書士のニーズがあるところですあとはまあここら辺の外国人の在留手続きとかね、えー、私も行政書士登録して15年以上経ちますけどね 私の専門業務はこの外国人の在留申請とか外国人関連の仕事を私はまあメインということで仕事をしていますね。で日本に滞在する外国人の方の在留申請在留資格の変更とか在留期間の更新、えー、はたまたですね日本にいる企業が外国から外国人の労働者を呼びたいなんていう場合は在留資格認定証明書の交付申請 なんていう形で、えー、事前に入国管理局ですね入国管理庁か、えー、ここに申請をしてで、えー、認定証明書というのをねもらいますので、えー、その手続きをしていくなんていうことがねあの必要になりますでこの外国人の申請 在留申請なんかに関しても非常にたくさんの多くの歯科証明書とか書類が要求されますのでここら辺も行政書士の仕事のニーズというところであるところです。さあこういう形で館長、えー、等に申請する書類を作るで許認可をもらうなんていうかのは許認可業務で行政書士のメイン業務の一つです。あとは下の方に行っていただくと。 民事企業法務ということで、まあ、民事系の仕事ということで、まあ、ポピュラーなのはね遺言書の作成とかこういったところはねあの行政書士の業務の一つ実質、えー、証書遺言自分で手を動かして遺言書を書くような場合はその遺言書の作成のもととなるような現行、えー、のアドバイスをしたりとかね 実質証書遺言の特徴は全部自分で手を動かかして書かなきゃいいけないでなかなかですねあの民法に書いてある遺言書のルールを一般の方が理解してるかっていうと理解してないことが多くてそのルールにのっとった形でこの遺言書が作成されてないと遺言自体が全部無効となりかねないんですよね。そういったところ行政書士が法律知識を生かしてねアドバイスをしたりすると。 それから公正証書遺言ということで公証役場で遺言書を作るような場合公証、えー、人と遺言者との間に入ってですね情報のやり取りをしてあげたりとかねそういったところでまたアドバイスをしたりと,とはたまた証人を引き受けたり、えー、そんなことなんかもするというのが、まあ、遺言書の作成業務ですそれから相続業務これなんかも行政書士のねポピュラーな仕事の一つです、えー、お亡くなりになったらその人が持っていた資産 不動産とかですね、預貯金、こういったものの名義変更をしていくということになりますが、まあ、あの不動産なんかの登記名義の変更は行政書士業務ではこれできないと、えー、それは司法書士さんの仕事なので行政書士はできないんですがその前提となるですね、相続人の確定ということで、まあ、戸籍謄本を取得して誰が相続人なんかを確定していくなんていう作業はね、えー、これをやっていくということがあります。 でこのらもまあ相続業務遺言書とか相続業務なんていうのはねえー、行政書士のポピュラーな仕事の一つです。あとはまあ契約書を作成したりとか内容証明郵便を作成して相手方にまあクーリングオフなんかを伝えるとかね損害賠償請求を内容証明で送るとかねそういう形で法的知識を生かしたまあ書面の作成ということがね行政書士業務の一つということになっています。で、で、まあ、このような形で あのー、行政書士業務非常にこう多岐にわたってね、あのー、業務を行っていくことができます新しい法律ができれば新しい許認可ができるということになりますので絶えず行政書士の業務って広がり続けていくんじゃないかなと私は考えてますまあ AI にね取って代わられる仕事なんていうのがね世間ではあったりするなんて言われててね 行政書士はどううなんだろうって考えたとに、まあ、私はははね AI で行政書士の業なななななくならいないいんじゃないかなと思ってはいますねさっき言ったように新しい法律ができれば、えー、新しい法律に基づいた許認可っていうのが絶えず出てくるんでね、えー、そういったところは AI ではできないので、えー、人と人の間に入って、えー、書類を作成するなんていう行政書士のニーズっていうのは絶えずあるんじゃないかなと思います。 まあここまでねあのお話ししましたけれども、まあ、もうちょっとお時間あればね、えー、ずっとまだお話ししたいんですが一応時間来たのでここまでとさせていただきたいと思います是非、えー、ですね皆さんと一緒に学習をしていきたいと思います、えー、強い意志を持って行政書士合格講座等を受講していきましょう、えー、それでは本日のガイダンスはこれで終了ということになりますお疲れ様でした